時時刻8時8分もありましたさあ木曜日のこの時間はいろんな催事イベントの情報もご紹介してまいりましたが今日最終回ですね木曜日としては。でいろいろちょっと振り返っていきたいなと思うんですけど木曜日ねあのものづくりをされている方々にスタジオにお越しいただいたりとかしてそのものづくりへの情熱とか制作費は などを伺う日でもありましたでご出演いただいた皆さんからねいろいろメールも今回最終回ということで頂戴しておりましてちょっといろいろ振り返っていきたいと思ってるんですがまずねうんと4月にご紹介したカッパー印刷皆さんごしょご、えっと、覚えてらっしゃいますか、まあ、あのカシャン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 ってね音がするカッパー印刷なんですけれどもなかなかね 現代ではなくなってきているんですがまあ、誰でも自由に活版印刷を楽しむことができるシェアワークスペースがあるということでこれ見つけてちょっと詳しく話聞きたいわということで活版印刷ワークスペースエコースから沖七子さんという女性をお迎えしましたすごいあの小柄のキュートな方でしたよねでも活版印刷何なのかっていうのを教えていただいてたんですけれども まあ、なんだろう活版印刷って以前に取材したこともあるしあの小説に出てきたりするものもあったりして私にとってはとっても身近だったんですけどねでエコースさんは、まあ普段からこのグラフィックデザインとか版画を手がけてて紙を使ったコミュニケーションこれのきっかけになればいいなということで活版の世界にも足を踏み入れたってことなんですよね。 今すっっごいびっくりしたスタジオに虫がいたって <laughs> すいません <laughs> さあかっぱ挨拶の魅力なんですけれどもやっぱり一枚一枚がちょっとそれぞれ違うアナログ感ですね手作りな感じがすごい大好きで私も体験もしたことありますけれども、まあ、皆さんにもこう例えば名刺とか。 ショップカードとか年賀状とか招待状とかこういうのを作りに来る人が多いですよということでエコースさんはですねどんなものをねよく作られるんですかっていう話したらオリジナルのデザインとかもできるしあと初心者とかお子さん連れて行っても大丈夫ということで、はい、これはねフェイスブックを見ていて発見したっていう方だったんです。懐かしい で、沖さんからメッセージいただいてありがとうございます。活版印刷ワークショップエコースの沖です。まだワークショップワークスペースがオープン間もない頃に出演させていただいたんです。活版印刷とは何かということについても話をさせていただきました。ラジオを聴いたたくさんの方からお問い合わせをいただいたり、昔活版印刷をしてたんだという方々からも励ましの言葉をいただくきっかけになり、とても貴重な機会になりました。 ケモトさんがカッパン挨拶にとっても興味を持ってくださって私がお持ちしたカッパン挨拶のカードなどをお渡しするととっても喜んでくださいましたよね番組が終わってしまうのはとっても残念ですがケモさんの爽やかな優しい声聞けるのを楽しみにしていますありがとうございました沖さんこちらこそありがとうございます私あの時沖さんからいただいたカッパンでデザインしてもらったハガキまだに使えず手帳にしたためております なんかいつか特別な時に使いたいなと思うんですけど何かもったいなくて思い出をまだ大事にしておりますさあそして覚えてらっしゃいます皆さん下町の工場が最後まで使い切れるというシャンプーボトルを開発これは新聞で見つけた記事だったんですけれどもシャンプーの最後ねポンプ式の使いにくいじゃないですかこれなんとかならないのかなっていつも思ってたら。 最後までストレスなく使えるというシャンプーボトルを開発しました K ワールドイズム沢井健二さんをお迎えしましまたすごいですよねあのもともとプラスチック金型の製造の下請けをされていた工場で、まあ、いろいろ作ったものを納品されてたんですけれども自分たちで作ったものを売りたいねっていうところから社員さんみんなと考えて作った。であの シャンプーボトルねそのポンプの一番下にこうなんだろうなプロペラみたいなのがついていてギュッギュッってシャンプーを最後までかき出してくれる感じになってるんですけどすごいんですよでもこのプロペラは完成までにだいたい1年ぐらいかかったっていうのとあと地元のおば様方っていうかね主婦の方々をお招きしてああでもないこうでもないっていうもういろんな厳しい意見をいただきながら完成した ものだったんですよねいやこれは本当にストレスなく使えてすごい便利そして澤井さんからも頂きました番組終了すするの残念ですね番組に出演させていただいたことを思い出すと出演前は私もすごく緊張していましたがまさみさんをはじめスタッフの方が温かく迎えてくださって自分の素顔で話をさせていただくことができたこと今でも印象に残っています。ご紹介いただいたただ 一滴残さず最後まで使えるシャンプーディスペンサーはおかげさまで販売ソースすごい1万本超える商品となりました大ヒットで現在2019年6月の発売に向けてさらに多くの消費者様に機能はそのままでリーズナブルな価格でご提供できる新商品ソープディスペンサー 520cc と 380cc2 タイプを 作成中です着たシャンプーのみならずボディシャンプーの世界も制してしまうということですねいやすごい、えー、ケイマとまさみのハッピーモーニングお疲れ様でした番組に出演させていただき一生の思い出を作っていただいたこと心から感謝申し上げますいや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 私のこの人と会いたいっていうですね望みをスタッフが叶えてくれたそんな日でもありましたわー沢井さんどうもありがとうございますそして えー、株式会社新興勝山浩二さんですね勝山さんはキッチンバスサニタリー水回りの製品を中心に、えー、会社をしていらっしゃる創立ね50年という会社なんですね何か皆さん覚えていらっしゃいますもうこれもほ手放せないレンジガードあのパタパタパタっとした折り式になってるんですけれども開いてレンジっていうかガスのねコンロのところにパタッと立てかけると。 まあ油飛びをそれれが防いいでくれるっていう油飛びねもう掃除が大変じゃないですか。で何がすごいってこのベラスコート製のコンパクトレンジガードはそうもうこのあと水でシューンって油汚れが落ちていくんですよ。あのそれこそスタジオに持ってきていただいて油性マジックで柿落柿バーっとしていただいたところに。 シュッてアトマイザーでスプレー式のものでね水を添付するとマジックがビュンって浮いてスル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 って落ちていくんですよだからもう料理した油汚れももう流せば OK っていうそして台所が汚れないもうこんな素晴らしいものはないっていういやーすごかったです勝山さん愛用してる私の希望としては あれあのコンロ一つ分の大きさだからザクッとこう大きなね丸ごとこうなんかなんですかねもう立てかけて汚れを一切他には飛ばしませんみたいな <laughs> そういうの欲しいなってちょっと思ってたりしますそんな勝山さんからすごい賞状いただいてるありがとうございますすごいな、えー モのづくりの町東大阪から油汚れが水だけで落ちるベラスコート紹介していただきました出演させていただいたうりには私の拙いしゃべりにも丁寧にサポートしてくださり大変心強く心にエナジーをいただきましたありがとうございます、えー、持ち前の元気と明るさで後継の番組ですねハッピープラスでもますますのご活躍をお祈りしていましたありがとうございますで 私どもの近況をご報告いたしますと弊社も負けずに頑張っておりましてこの度東大阪の数ある企業の中から第21回東大阪ものづくり大賞にて堂々の3位同賞を受賞しましたおめでとうございますすごーいいやなんか嬉しいご縁をいただいた方々がこうやってこう頑張ってるっていうのは私にもすごい励みになります。ででも頑張りますので ぜひまたスタジオに遊びに来てほしいなと思いますねさあそしてここは記憶新しいんじゃないでしょうかふと新聞で見つけたんですこれも働く女性三人組もう本当に気ままな女性三人組でしたけれども堺市中区の住宅街一昨年十二月にオープンしたお店ツバメルーフ古民家でされてるんですけれどももう型にはめられるのが大嫌いだという三人が手がけたお店 松村愛子さん花園園恵さん石井優子さんという女性3人でしたね兄弟とその中の親友っていうはいもうあの建築士でいらっしゃってだから作ってるものがすごいあのなんていう街を想像してるんだということで例えば持ってこられたカバンはその建築で使う道具で全部作られたものでビルディング。 というね名前がついていたりとかアクセサリーもその何でしょうトントンカンカンするようなこう工具で作られたアクセサリーをしていたりであと優こさんがねカフェをされてるんですけれども「あんたちょっとコーヒー出したらどう?」ぐらいのお姉ちゃんの一言から始まったということで。 お菓子作って美味しいコーヒーを入れてくださっているというところでしたいやーすごいなー皆さん本当本当ありがとうございますすごいパワフルだったから私もすっごい楽しかった思い出があります、えー、つばめルーフ3人でお邪魔させていただき楽しい時間ありがとうございましたいい思い出になりましたよと 落ち着いた声と優しくリードしてくれた規定の聞いたトーク印象的ですそうかな私もただ単に楽しんでただけですけどねツバメルーフの3人ともプロはすごいなーって感心してたんです本当に楽しかったですハッピーモーニングのスタッフの皆さんとお店遊びに来てくださいねスペシャルなおもてなしをいたします行こうみんなでスペシャルなおもてなし受けにいや 本本当に本当にに皆ささんんありがとうごございいますごめんなさい一部しか紹介できてないんですけれどもこの他にもたくさんの方にスタジオに遊びに来てくださっていろいろとお話を伺いました何かあの何事にも興味津々な私にとってはですねこうやって新しいことを知れて直接その方たちとお話しできるっていうのは本当に幸せな時間以外の何でも一度つながった縁はきっとどこか未来にもつながっていると思いますので。 改めて皆さんこれからもよろししくお願いいたします、はい、コーナーは今週で終わってしまいますけれども皆さんにご紹介したこういうことがですね皆さんの生活をよりハッピーにしていたら嬉しいなと思います。